ケイスターローをご覧の皆さん、こんにちは、ニコルです。よろしくお願いします。今年6月に日本でファーストシングル発売することになりました。これからも皆さんと会えるチャンスが増えると思いますので、たくさん応援してください。ニコルでした。バイバイ。